静岡県熱海市長選挙で5回目の当選を果たした斉藤栄市長が今朝当選後初めて登庁しました11日に投開票された市長選で新人候補を大差で破り5選を果たした斉藤市長午前、当選後初めて登庁し支援者から花束を受け取りました。 一生懸命皆さんのために働く。その後職員を前に熱海市は戦後最も厳しい局面にあるが困難を乗り越えますます発展するために力を合わせようと訓示しました斉藤市長の5期目は土石流災害からの復興や新型コロナで打撃を受けた観光業の再生など課題が山積していて 難しい舵取りが迫られています。